こんばんは。おかえりなさい。ありがとうございます。いや、ほほちょっと今詰まりました。 ST48 2期生のカーマターナです。ダイさん、お疲れ、ありがとう。2公演ありがとうございました。そう、昨日含んでもう3公演になるんですけど、なんで昨日含むんやって話ですけれども、こうやって素敵なね、素敵な金土を過ごすことができてすごく幸せで楽しかった。公演中も結構目合って見た、すぐ見つけたよ。トマテトさん、ありがとう、ありがとう。こちらこそありがとう、楽しかったよ。今お仕事中ですか？お仕事終わりました。おお、お疲れ。見つけられた気がします。あの距離は見つけるさ。5回目待ってます。充電が残り 3% やばい。メガネも見つける。メガネも見つけるよ。今日はなんかここがちょっとくるくる、なんかロープ編みみたいなやつでちょっとポニーテールをしてました。かわいい。5回目ですね。あ、今日が？今日5回目だったの？朝だけ仕事だったんだ。うん、じゃあその後公園来てくれたの？ありがとう。アスパラさん、ありがとう、ありがとう。おかげじゃ、ありがとう。私もありがとう。すごくすごく楽しかった。いっぱい目あって嬉しかったです。またね。来週の金曜日お願いします。お願いいたします。見たよ。花だれだからっていうので、本当に花だーってなった。こだわり素敵。次5回目です。当たってます。あ、もう決まってんだ。待ってますね。髪型おしゃれ、ありがとう。あんちゃんのいないキャラアニの申し込み画面が浮ついた気持ちにならなすぎてなんか寂しかったです。あら、あらあら。四時起き、あら、すごい。スケベ書いたのに気恥ずかしさから出すの躊躇してしまった。見たかったよ。次待ってるね。なんかずっと詰まって。来週もよろしくね。ゴルジ結婚してありがとう。シュリお疲れ、ありがとう。広島市折り鶴タワーには行ってみました。うん、まあ、私がねお話し会に参加しないって言ったので、キャラニさんは何も悪くないです。今日も天使で MC うまかった。優しい、ありがとう。ありがとうございます。今日もありがとう、最高だった。私も嬉しかったよ。おつくわっす。直接ありがとう言えたかよしね。あのね、お見送りでお話できるの嬉しいよね。ネタなので許して。別にそういう意味で言ったわけじゃ、私もネタで言ったから。マリありがとう、かけじゅありがとうございます。今日も独特な MC で良かったです。え、今日は普通、あれあれれれれれ。お話できる機会は、公演のお見送りだけです。ちょっと待ってて。ナビの MC 天才よ。ありがとう。今日も楽しいわ、ありがとう。よかった。今日はってどういうこと？今日はってわざわざ来てね。23,000歩、素晴らしい。ハチアレでね、可愛かったよ。
たど楽しかったかな。そうかにゃ、長文メッセージ待ってます。アバのフルネーム言いにくいとかじゃない、なんか なんだろう、分かんなかった、なんか言いにくくなっちゃった、ちょっとなんか分かんない。今日の目標は今日も可愛いねって口で伝えることでした。そう、今日もって言ってくれたら嬉しかったですね。ね、あ、やっぱ鍵穴でなんかめっちゃ笑っとったよねみんなえってなった何今のってなった。スケブよりもしっかり顔見たいみたいな気持ちもある。ああ、嬉しい、そう言ってくれるの。シェフさんありがとう。いるよ、どっちも楽しかった。どこでも見つけるようが有言実行すぎて公園終わりにセブンのスムージーめっちゃ美味しかったっす。いいね、整っちゃうね私ちょっとあれ聞いてないからちょっとねあれなんですよ、 MC あんまりちょっとね聞けてなくて申し訳ない。でも今日はあやぱんにご飯行こうって言いましたもう2年前からお約束してて、そう2年前から約束してるんですよけど、多分ねお互いね誘えないしっていうちょっとあれがあるので、似た者同士というかちょっとそういうところ似てると思うんですよ。からちょっとずっと行けてなくて、本当に今年は絶対に行きたいなと思います。そう、卒業前までに行こうねって話しました。私ゆっくり応援できたね、確かに良かった。アンパンです。夜公園短寿植物、そう、これメールで送ろうと思ってた。そう、私実はね、何シャッフルのユニットあるじゃないですか、あそこのパート私一番出演してるらしい、多いらしい、一番かな、なんか多く出演してるらしい、嬉しいよ、嬉しいですね。アリシャさんの話をしてるんじゃなくて今アヤパンの話をしてます、すいません。私がねそう決めたわけじゃないのであれなんですけど、そう嬉しいですね。マネージャーさんかな、決めたのは分かんないんですけど、で私が生誕祭でやった時はアヤパンを指名して2年前かな。マリさんハッピーアカありがとう。単純植物良かったです、嬉しい。日帰りでにっこりだった、お、ありがとう。めっちゃ出てるイメージある、あ、マジ嬉しい、やった嬉しい。お水飲みたいな。ぬる、アスパースハートやっかありがとう。そう、今日は楽しかった、今日も楽しかった、うん、でもねちょっと燃え尽きちゃって今ちょっとねちょっと落ち着いてます燃え尽きアナです。ちょっと火が弱まってますって感じ。今日はあ昼はちょっとねハーフアップみたいな感じでくるりんくるくるってしてもらったハーフアップにして、今日はロープにしてポニーテールにしてもらいました。いい感じ。他のメンバーが把握してないけれども、あ、まあありがとうございます、嬉しいです。空のモバイルバッテリー空なのにどういうことやろう。あんちゃんって
踊ってる時が一番抱えてる。そう言ってくれるの嬉しい、楽しいです。今日もめっちゃ可愛かった。もありがとうございます。大事だからね、今日も大事だから。女の子にそう発言するときに今日可愛かったよ、今日は可愛かったよ、わーは良くないでしょ。今日もとかね、そうローパー見て言うんですよ。覚えて帰ってね、覚えて帰ってねというか覚えてね。おつさんキノコありがとう。秋だね。小村さんありがとう。秋だね。いや、シュウカシュウとは泣きそうになるよね。なんかいい曲すぎて。君は今どこを歩いているのだろうっていうところを歌うんですよ。あ、私は君は今どこをだけなんですけど、なんかいいよね。儚いよね。泣いたけど、4曲目で泣いたけど、え、泣いたんだ、泣いたんだ、泣いたんだわあ、めちゃめちゃいい。俺は押してよかったって本当に思ってるから、本当によかった。え、私さ、モバメさ送った、え、待って、わかんない、送ったってことかな。いや、どういう順番で送られてきた、ちゃんとわかんない、送ったなんかな。毎日可愛い、ありがとう。今日も胸が高い。サンリオね、今日か一昨日かな、あ、昨日かな、わかんない、できたよね。今日の公演は、なんて言ったの、トラップさんお疲れ、ありがとう。泣いちゃうよ。3通来た今。アヨパン生誕祭最高でした、ありがとう。まこさんありがとう。消えちゃった、また消えちゃった、公演の話、あ、消えちゃった、遅れてたんだ遅れてたのにまた消えちゃったって送っちゃったんだ私。ピエン消えたって思ったんですよ、遅れなかったって思ったんですけど遅れてたんだ。わお、いらんメールが2個いってたまあいいか、消えてないのにどういう意味やろってなるよね。そう、あやパンがね、そう言ってたじゃないですか。そう、本当にそうですよ。 ST48 のメンバーだけでもさ、今48人いてさ、48人いるじゃないですか。のまあ一人じゃないかもしれないよ、一人じゃないと思うけど、そう、そう、こうしてね、ちょっと48分の1っていう言い方おかしいけど、そうやって見てくださってるのはすごく嬉しいなって思うし、 ST48 だけじゃん48人って。なんならさ AKB48 さんとか48グループで数えてもたくさんいる、48以外にもたくさんアイドルさんっていっぱいいるじゃないですか。今ね、地下アイドルさんとかもすごく力をつけてて、いろんなとこで活躍してたり、 TikTok ですごい有名な曲があったりとか、すごいね、もうアイドル戦国時代ぐらいな感じなんですけどたくさんグループもあって、そう、それでもね、私をしてくださって嬉しいです。ニカホシンゴさん、パチパチありがとう。クワス推しですか、よろしく、ありがとう。よしこくくんお疲れ、ありがとう。そう、フルーツジッパーさんね、広島の広島駅なんかやってたらしいですよね。今日も可愛いね、ありがとう、嬉しい。あれで戦国時代って昔言ってた、あ、そうなの、今もそうだよ、知らんけど。新ファンデーション勇気、あ、今日は使ってない今日は使ってないです。帰る新幹線から見てる、ありがとう、見てくれてお疲れ様。
今日は使ってない、ごめんね。なんかの曲のアナちゃん見て泣いたけど思い出せん。息をする心、瀬戸内の妹。そう、ファンの人にね、卒業発表してから瀬戸内の妹見たら、なんかお嫁に行くみたいに見えて、すごくなんか切ない、本当に切ない気持ちになったって言われた。すごい、あ、アナちゃんは幸せになるんだねっていう気持ちになったんだって言われた。アパン手紙の時にアナちゃんの表情見たらダメだった。泣いたの？私も泣いたよ。今日も美しいですね。今日も可愛い。ありがとう、みんな。素敵だね、今日も。乗ってる人が多すぎて、あ、そうなんだ。ちぶくん可愛いですね。あ、ありがとう。何の写真のことだろう。レバントって舞台低いから前列だったらすごい近い。確かに近いね。ありがとう。楽しかったよ。胸ミークが重なって泣ける親なのかもしれん。親なんだ。ココアさんが何か言ってましたよ。そう、公演終わりに花火上がってたけどメンバーさん見えてない、知らなかった。チブくん今日も可愛かった。あった、あの今日チブくんはパパとお散歩に行ったらしい。私ツイッターにリツイートであげたワンちゃんいるじゃないですか、白いポメラニアの子。あれをツイートする前に家族に送ってて、で可愛いってなって、ちぶくんはパパと散歩行ったよって言われました。これからはずっと幸せだと思う。嬉しい、ありがとう。私ね、結構ね、今んとこ人生はね、今んとここの人生は幸せ。なんかまあ悔しいこととか悲しいこととかあったかもしれない、ありましたけど、なんか別にそれがなんか一番人生で思い出す一番のあれではないし、なんかまだそんな、なんだろう、まだね、そういう経験あんまりしてない。今思い返せば別になんか必要なことだったと思うから、別にっていう感じのことしかない、まだ。だから私すごい幸せな人生歩んでて、最近それを思って、そうなんですよ。でもこれから味わうかもしれない、私は。分かんない、今日いつもより目力が強かったように見えます。あ、そうかな、強いかな。STU48 メンバー結婚式の時流すべきだね、この曲。ココアさんがね、そう、お見送りで、アンナのファンの人は、なんか、アンナみたいな人が多いよねって言われました。でも私はあんまそう感じたことがなくて、ちょろちょろ歩いてるなって思ってたんですけど、そうらしい。私が言うからかな、わかんないけど。今日の公演お疲れ様でした。昼も夜も行ったよ。ありがとね、楽しかったよ。ちょろちょろしてると思ってたけど、あんなって人多いよねって言われた、お母さんに。そう、どういうこと。いや、ちょろちょろしてない方もいますよ、もちろん。ちょろちょろしてない方もいますけど、あんちゃんが真ん中の時は大変なのかもしれない。どういうこと？真ん中チュルチュルって、身に染みって分かりますよね。チークらいしか歩いてません。歩いとんかい。ウケる、しゃあない。言うてもさ、
こっちの気持ち考えてよ。インスタグラム始めた。あ、そうなんだ、知らなかった。ツイッターをフォローした。で、返してもらった。見送りだよ。沖さんがピーを自分に向けて作るので二人前からピーポーズしてる。あ、そうなの。僕のことだった。心みんな可愛いってなってる。いや、それはそうなんよ。それはわかるよ。それは可愛いしさ、しょうがないっちゃわかるけどさ。え、じゃあいいんですか。可愛かったらいいんですか。可愛かったら浮気していいってことなんですか。そういうことでいいんですか。そういう解釈でよろしいですか。お見送り手帳持ってて、ああ、ありがとう、嬉しいよ。分かった。公演お疲れ様でした。アヤパンとのめっちゃ良かった、ありがとう。重いなって言われた。なんで。重くない、軽いよ。ちょろちょろの人多いんですか。私はそんな、なんかね、なんかずっと好きでいてくださる方がっていうより飽きられるタイプだと思ってるので、なんか飽きられるかなと思って思ってるタイプなんですけど、そんなことない。飽きてないですか。大丈夫ですか。 P はメンバーみんな返してくれるね。もう打ち上がすごいけんよ。おいしいだと真剣です。そう、真剣はな、真剣でいてくれたら嬉しいですね。沼ですか。沼から抜け出す人いませんか。もしかして。待ってないよ。待ってたけどね。そう、こんなに面白いのにありがとう。まだ飽きてません。まだか。ちょっと気をつけないと。そう、いや、ちょろいファンの人が多いというか、わかんない、それはわかんないけど、わかんない。でもココアさんのファンの人ほどさ、ココアーって感じです。ファンの人じゃない、もうココアーみたいな、お前しかいねえよココアーみたいな感じじゃないですか。めっちゃそう感じる。やっぱどういう関係値なのか知らないから、そう、他人のって言ったら、他人のファンの人とアイドルさんの関係を知らないから、そう思うだけなんかな、わかんないですけど。飽きない、飽きてないですよ。ありがとう、最後で応援する、ありがとう。お姫様みたいで可愛い、嬉しい。昨日と今日の昼声ありがとうございました。ありがとうございます、楽しかったよ。ファンの人はそういうものでは、うん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 、じゃあそういうことにしとくよ。みんなはそういう人って覚えとく。え、いいんだねそれで。アピのコールも生誕祭、ねえ、たくさんいただいてすごく嬉しいです、ありがとうございます。もうめっちゃ聞こえました、ありがとう。アピ配信ネタ探してくれるもんな、配信ネタ探してくれるもんな。どういうこと、ネタ、これはタワーだかな、タワーだかな。しおりさん、ハートやくありがとう。タワーありがとう、エリちゃん、エリちゃん、今日も喜びありがとう、楽しかったよ、ありがとうね。タワーのお礼今から書くね、ありがとう。タワーありがとう、嬉しい。エリちゃん、今日目があって嬉しかったし、そう、もう昼夜おすすめしてくれた髪型にした。もうすごい可愛い髪型をいつも教えてくれて、めっちゃ迷ってる、ありがとう、ありがとうございます。ああ、そういうこと、嬉しい、ありがとう。今日も大好きだよ、嬉しい、こういう気持ち。私も。隣のココアって感じ。青い芝生みたいな。優作結婚してありがとう、多めに見ててくれたの、ありがとう、嬉しい。
アキさんタワーありがとう。アキさんありがとう。嬉しい、ありがとうね。アキさん、キノコ何これ、初めてかもこれ。キノコクマタワーありがとう、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、見ててくれたのかな、ありがとう、嬉しい、嬉しい、たけー、ありがとう。ガピーさんお疲れ、ありがとう。京子行けなかった、お詫び、そんな受け取れないよ、そんなお詫びタワーはいらないですよ。だってそんな、そんな、ではまたいつか来てくだされることを楽しみにしてるよ。アピしか勝たん、やった、ありがとう。ウケるウケる、何受けとんねん。ガピーさんお疲れ、ありがとう。ウケるウケる、えタワーですか、ウケるウケるタワーありがとう、ありがとう、アーボーさんありがとう。いきなりすごい花火が上がった気持ち花火が上がった気持ち。レッドくん結婚してありがとう。マボさん結婚して影師ありがとう。2日間楽しい時間ありがとう、ありがとう、嬉しい、たくさん名前だけ先書いとこう、ありがとう。ありがとうございます、本当に。受けるタワーおもろいんだけど、なんで受けとんよ受ける、受けるって言っちゃったじゃん。ありがとうございます。犬が吠えちゃうので声を大きくする前予告お願いします。違うの、出ちゃうの、出ちゃうの、なんかさ興奮したらさ大きい声が出ちゃうの、ちょっと目開かなくなっちゃった、ごめんなさい、ちょっと目が乾燥してしょぼしょぼしちゃった、ごめんね。だからさ予告なしだからさ、耳を澄ましてちっちゃい声で聞いてて、そしたら通常の声がおーってなると思うから。昨日今日写真購入して帰った、ありがとう。あんならは、あんならは、今日も可愛くってたくさん手を振ってくれたね。こちらこそ来てくれてありがとう。俺も出ちゃった、ワンワンワン吠えちゃったんだ公演中ココアさんと何話してたの、どこどこ。今日も京都で自己紹介で会わせてたの可愛かった。イヤホンしてます、あ、イヤホンの人はねごめんねって気持ちよね。今日の耳熱、教えてほしい、なんでさ内緒にするわけ、教えてよ。なんかさみんななんかあれかなみたいなんでちょっとでな言うけど、もうめちゃくちゃ嬉しいからめちゃくちゃ待ってるよ。お手紙とかも短くまとめましたみたいな言ってるけど、もう全然長々してていいのにって思うよ。周りにお供れしないという意味、あ、私が大きい声出したらお供れするってこと、恥ずかしいから
ペンライト振ってくれてた。配信今日真面目ねえ、毎日真面目なんだけど。私春夏秋冬で見たキラキラしたお目目が忘れません。忘れないで、忘れないよ。あ、流れた。しかもピンクの涙がこぼれた。声出してもこっちは万全。 ありがとう、優しい。2センチ超えてたのあれ。わお。大阪流星さん結婚してありがとう。手紙ルーズリーフ100枚でもいいですか。言ったな、もちろんだよ。言ったからな、来なかったら私卒業公演に言うから。なんとかさんはこう言ってくれたけどこれをしてくれませんでした。でなんとかさんはこれをするって言ってたけどこうでした。なんとかさんは全部公表するからね。一杯の水上がってた。頑張ってるよ。バドに起こしてたんだ。わお。今日はアンナの方が泣いてたね。逆に美味しい。いや美味しくないから。怒ってるから。デスノートじゃないですよ。手紙30枚も待ってるよ。ガヤツカさんは髪型かわいいやん。うん、嬉しい、ありがとう。嬉しいよ、ありがとうございます。しなかったらですよ。まあルーズリーフ100枚書いてくれるからね、別にあれですけど。アンピ2023年9月9日。スカーレット送ってくれなかった。送ってくれるの。送ってくれるんですか。え、あ、天使って送ってくれてる。多分これ分割で30枚多分いってるけど、あ、そういうこと。数えてみるわ。ありがとうございます。次間違わないよ、なめんなよ。うん、ユニバに行きたくなった今めっちゃ。まずいんで。手紙を送るって言って送れてなくてごめんなさい。カルミさん、もうちょっと時間ください。もちろんだよ、全然全然、ね、自分に時間使ってね。忙しいよね。ほら、ありがとう。大阪ひるしさん、M スターありがとう。新潟のツアー楽しみだな。お話をそらすんじゃねえ。人別に整理はしてないです。でも箱に入れてるから探せばわかるよ。昨日はね、たまたま間違えただけだよ。ちゃんと全部幸せでしかなかった。嬉しい、ありがとう。天才だね。スクショしよっかな、これ。このコメント、メイドカフェで働いてる。私メイドカフェやったことはないんですけど、なんだろう、どういうことだろう。お友達いいですか。私わかんないけど、周り笑顔するね。本当ですか、よかった、そう言ってもらえて。それでおめでとくれるとね、安心しますね。嬉しい、ありがとう。
キュンも、こんばんは。こんばんは、アスパさん結婚して掛け中ありがとう。ありがとうございます。アンナのたどたどしい MC。たどたどしくないもん。たどたどしくないもんとは言い切れないけども。言い切れないっていうか言えないけれども。ありがとう。はっかり。アンビの個性でいいよ。ありがとう。個性。テラピーさん似合う。ありがとう。まあとにかくこんばんは。こんばんは。おつさん、キノコありがとう。卓越？卓越っていう。MC はいつも親みたいな気持ち見てるよ。見てるの？グッズ買い忘れるとこだった。お。トガリ勢の癒し。尖り勢の癒し？どういうこと？尖ってるの？尖り勢なの？尖ってんみんな。みんな尖ってんですか？えいちゃん、ゴラって書いちゃった。ゴスロリクマちゃんなのにゴラって書いちゃった。ゲーセン食わすぬいぐるみゲットしたよ。1500円かかった。それは大事にしてあげなきゃ。素敵だね、おめでとう。私もね、この子ね1500円以上じゃないかも。私もこの子1500円ぐらいでゲットしたんでね、ちょっとそれだね。今日は気づかれないところで応援してました。え、気づいたの？私は気づいてレス送ったんだけど、そのレスは来てないって思ってるってことですか？まあ別にそれはそれでいいんですけどね。まあ私はレス送ったよっていう事実だけ言っとくね。アンピがバリバリ回してたらそれはもうアンピじゃないよ。ありがとう。そう、奥さんがね突っ込んでくださる、優しいですね。嬉しい嬉しい。たけそう、店員さんと話すのがねクレーンゲームのコツだと思っています。もう合わないと思ってうざいほどね、ちょっとこれ変えてくださいっていうのが一番です。安否の後ろにあるクラスの飾り物みたいなのゲットしたか送ります。安否の後ろ、これですか？え、どれですか？嬉しい、ありがとう、達成してます、嬉しい、すげえ、ピーやつだって来てる。え、なんかさ、レスもらえなかったとかさ、今日はレス少なかったねとか、安否推しがたくさんいたからしょうがないと思うけどって言われること言われたんですよ。でもさ、送ったしって思うし、でペンライト持ってない方に言われたこともあるんですよ。いや、ペンライト持ってくれよと思いますね。だから今後ね、レッスンをもらいたい方はペンライト一旦持ってください。これ言いたい。それがペンライト持ってなくても目立つ方法ってあるからさ、そっちにさ駆使してほしいです。プンプン、そう、
メンバーからよくペンライトが一番わかる。だってさ、ホタルとかもさ、暗闇でさ、ホタル行ったらすぐわかるじゃん。カブトムシってもわかんないじゃん。それですよ。だってどんだけさ、もうめっちゃ高価なカブトムシいてもさ、ホタルいる方が目つくじゃん。それだよ。これか、ガチャガチャのやつですか、これ。どっちだろう。嬉しい、ゲットしてくれたの。まずは嬉しい、飾る、嬉しい、待ってるよ。ペンライト持ってない。レス分かりやすい、よかった。嬉しい、押しかぶり。どこでも見つけられる、ありがとう。100均の電池、昔は2個円を持ってたの、最近すぐ切れる。あら、そうなの。いや、ペンライトは本当に最強だよって。暗闇に光ってるんだから。しかもさ、自分の色を光らせてるわけだからさ、絶対に私の推しだって分かるわけ。うちはもさ、だって暗いところでさ、文字見るっていうのはさ、難しいじゃん。だから一番は本当にペンライトなんですよ。ペンライト、ペンライト、ペンライト、思いましたか。あと広い会場では、そうね、3階とか、最近渋谷で3階あったじゃないですか。あれ、レスもらったかどうかわからないって言ってたけど、まあそうだと思う。実際私たちも顔は見えてないから、こう私を見てくださってるかわかんないけど、レッスンを送るわけですよ。で、私のこと見てるかわかんないから、届いてるかわかんないけど、そう、届いていたら嬉しいんですけど、今日後ろペンライト振ってたのけど、わかった、わかったよ、ありがとう。そう、そう、ペンライトが一番見える、これ覚えておいて。で、ペンライトプラス内輪で自分の内輪を見えるようにしとけば、あ、誰々さんの内輪だから、あのペンライトは誰々さんだってわかるから、それがいいよ。私は別に、いやいやいや、全員がさ、全員そうじゃなくて、こう、おお、レスが今日少なかったじゃないかっていう方ってね、思ってね、ちょっと少なかったねって、ちょっとね、私に伝えてくださる方ね、そうやって言ってくれるのはもうもちろん嬉しいけどね、ちょっとペンライト持ったよっていう気持ちです。ユニット曲、水色マジック書いてます。嬉しい。そう、ペンライトユニットでね、さっき違かったのにっていう方とかもいて、すごく嬉しいなと思います。チュルチュルしちゃう。ならダメだ、教えられない。ペンライト持ってた、そのメンバーしか見てないのが中上。いける、言ったな。公演の時は姿勢が良くなります。ゲットする1200円かかった。マジ、私と一緒だ。私もめっちゃお金かかった、ガチャガチャに。でもね、出てきた時最高に嬉しいよね。嬉しい、私のためにありがとう。そう、紫がちゃんと紫に見えてるのか迷う。見えてるよ。わかんない、どうなんだろうね。あー、もう全力で振りコピはめちゃ目立つからおすすめよ。もうね、あい、もう周りの人なんて気にしないっていう感じで振りコピしたら超目立つから。振りコピはマジで視界に入るの、本当に。振りコピ本当に、パステルブルーは水色だよ、ほぼ水色。あのさ、もう視界に入るわけ、とてもとてもとても。だってさ、えげつない動きをしてる人がいるってなるよ。だってみんながこうやってしてる中さ、違う動きしてるってことじゃん。だからめっちゃ見えるんですよ。だからそう、あとね、ペンライトのフィルムのオリコちゃん、オリコちゃんが見えてるかわかんないけど、あ、絶対あれオリコちゃんつけてるわってわかる、わかるから。そう、案外、そう、今日のグッズのやつに書いたけど、ペンライトフィルムって結構わかりやすいの、私のだってすぐわかるから、そう、いい。あーちゃんが見れてるだけ幸せ。やった。嬉しい、嬉しい。ペンライト何本も持ってください。レスキット欲しいです、よかった。コアドの最後列は厳しいから。あ、そうなの、私から見えてますよ。そう、私から見えててもさ、ファンの人からはさ、自分が見られてるって思ってないから、なんかみんな、なんかちょっと、いや、なんかね、なんていうの、拗ねた感じで、今日後ろだったからね、見てなかったよねみたいな。見えてたよーってなる。そうですよ、見えてたよーってなる。
サイレーム利き手じゃない左手持つようになった。あ、そうなの。いける。どこ少なす少し買えないと思うと泣きました。そうなの、ありがとうね。ペンライトを昼間アンナに書いてるよ。やった、天才だ、ありがとう。そう、ペンラでうちは照らすとか目立つよ、目立つ。今日持ってたペンライト紫がなかった。そういう時はね、SU の公式でゲットしてください。ペンライトフィルム、今日カーね、名前があるやつありますよね、ぜひ。そうそう、だからぜひぜひゲットしてください。今日の23時59分までです。モスカイフロジアさん、かわいい、ありがとう。すいません、私も幸せです。そう、目が合ってるってなる。ね、うちは持ってくださるんだね、深夜。そう、うちはもあるよ、うちは待って。ミスターさん、ありがとう。レインボースターかけ中、ありがとう、ありがとうございます。サイチェンパクレス、ありがとう。わあ、ありがとう、楽しかったよ。また目が乾いてきた。目ガン開きなんかの、私描いてる時シャカマだから。別にシャカマでいいことないから。シャカマでね、いいことないって私思うから。自分シャカマなのに。いや、マジで後悔したことあって。あ、言うか迷うからやめよう。 MC の時ゲップがいい、ありがとう。アキーさん、キノコいっぱいありがとう。メカソメカソ、特大ブーメラン、そう、特大ブーメランの話あったけど、ちょっとで なんか言っていいのか分かんなくて、言っていいのかしら、分かんない、どうなんだろう。いいやつなんですかね、なんかどうなんか分かんないんですけど、どうなんですか。分かんないですけど、そう、マイキューさんとチホさんが出てたアイドルズっていう、とりあえず言ってみますね、そうの舞台見に行ったじゃないですか。で、関係者席で見てたんですよ。そしたら関係者席にちょっと好きな方が いらっしゃったんですよ、関係者に。好きな方好きな方って言うとね、ちょっと言い方がちょっとなんか変ですけど。でも私、待ち受けにもしてるんですよ今ぐらい好きなんですよ、なんです。で、やばいと思ってどうしようと思って、で、終わった後
挨拶行けたから、で一緒に移動してエレベーター一緒だったんですよ。でも私言うか迷ったんですよ、好きですって。でも言えなくて、もうすっごい後悔してます。そう、すごい後悔しました。一旦マネージャーさんに確認しようかなと思ったんです。私あの方好きでちょっと話しかけてみてもいいですかってと思ったんですけど、でもなんか同じエレベーターに揺れただけで幸せだったけど、でもなんか今更後悔、その時はもういいと思ったんですよ。なんかもう一緒に一緒になんかちょっと近くの空間に、もう会えた、直接会えたのが初めてだったから、直接会えただけで嬉しいと思ったんですよ。ちょっと早口になっちゃうわけど、なんかその時は話さなくてもいいと思ったんですよ。もうそれだけで十分だと思ったけど、今更後悔してきて、話してたらどんな話、なんかね本当に好きなんですって言ったら、なんかさどう反応してくださってたんだろうとか思って、すごいちょっと後悔してますそうそうそう、後悔してます。同じ誕生日ですかもその方。そう、知ったきっかけが同じ誕生日っていうのもあるんですよ。そう、同じ誕生日だったっていうので知って、めっちゃ可愛いと思って、まあ話しかける勇気は出ないね。言わない後悔は本当でかいわ。そう、卒業したらリリーベ行こうと思います。リリーベとか、そうコンサートとか行きたいなって思います。いやマジで好きなんですよそうなんですよ、超可愛くて。そう、一時期 LINE のトップガンもそうだったんですよ。そうそう、後悔してる。釈迦まで後悔するよ。釈迦はマジで後悔する。だからもうマジで嫌な方で行くのも嫌か。そう、でも好きですって言われてさ、嫌なことなくない？嫌なことないじゃん、絶対。絶対ないやん。だって自分が言われてさ、え何嫌なんだけどって思わんくない？えめっちゃ嬉しいって誰に言われても思うわけじゃん。だったらさ、言えばよかったよね。本当に同じエレベーターに乗ったのに、くそー若い子一つ下です私よりも。でも大人っぽくて、そう、釈迦もやめる、私釈迦もやめるように頑張ります。そう、同じ空気吸えただけでいいと思ったんだけど、後からね話しかけてたらどうなってたんだろうって思うもん。覚えてくださってたのかなってなるもん。あ、なんかそれでさ、その後さ STU っていうで調べてさ、さっき話しかけてくれたこの子だったんだ、この子の名前川端アナちゃんっていうんだってさ思ってくれただけでさ幸せだったよねと思って、より大きな幸せをもらいに行けばよかったって思ったよねそう思った。年下の話聞きやすいんじゃない？いやでもさ、もう本当に好きだから本当に好きだからちょっと無理いけないよ。年下、その普通に後輩とかだったらさ話しかけやすいけどさ、好きだったらさ年齢関係なくない？本当に無理なんだけど。あ、恥ずかしかった。なんかもう顔見えなかったもん、もっと見ればよかった本当に好きだとね、ちょっとガチ恋っていうかね、ガチ恋っていうか本当に会えるって思ってなかった。てか会えるって思ってなかったじゃん。だって別に会いに行くイベントにも行ってないからさ。そう、そう、会えると思って行ってないからさ、えー、みたいな、えー、みたいな。綺麗だった、うん、そう、ドキドキしたそう、梅感じちゃった、えーみたいな。そう、びっくりした。そうそう、そうなんですよ。そうそう、
話さなければ始まらないし、タイミングも大事。確かにね、変なタイミングで話しかけるもんね、言ってないですよね。でもなんかね、会えたっていう事実だけで幸せ、うん、今はだって初めて直接会えたんですよ。それですごくないですか。行ってよかったなってね、プラスで思いましたね。前でも私本当にあれアイドルじゃんを見てすごい刺激をもらってダンス上手になりたいって改めて思いました。なんかそうガールズガールさんキラさんがもうすっごくダンスが上手でっていうのを知ってたんですよ。なんか見てたんで私そう気になって見てたので、そうけど本当に上手で、なんか2ステップとかも上手、もうなんか上手な人の2ステップしてて、そうそれになれるように頑張りたいなって思ったんですよっていう思いました。誰が気になってきた私がこんなにも愛を、でもねリリーベとかもね全て STU のイベントかぶってるから、そう行けなくて、帰りました。100ありがとう。45公演ワンチャンあるかも、ワンチャン超えるかも。こっちが知ってる人なんかな問題、うん、でもなんかなんて言ったらいいんだ、アンピの出す気ありがとう。長崎出身なんだね。パセルかな、好き知識を教わろう。え、特定したんってこと。でもベビー行きたいから卒業するのなわけないじゃん。適当なこと言うのやめてくださーい。アンペのダンス好きよ。ありがとう。ありがとう。でシェアしてくれました。とても可愛かったです。よかった、嬉しい、そう言ってくれます、ありがとうございます。いやね、長崎じゃないよやっぱり。長崎じゃないからね、その人は違うことかもしれない。わかんないけど、長崎は違うと思う。ありがとう。おー太郎さんありがとう。タワーありがとうございます。太郎さんありがとう。今日も2日連続本当楽しかったです。ありがとう太郎さん、嬉しい。いてありがとう。タワーのありがとう、嬉しいでござんす。ありがとう。ダンスのスナックさん力強さ、あ足してるんですよ。Thank you.
濃いめのアイメイク、そうですね、今日濃いと思います。私の方こそ会えて嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。全員分一旦書きますね、お待ちください。ああ、またはみ出ちゃった。なんかちょっと話せる話題、話せる話題というか書きながら話せる話題ください。何かないですか？話題提供求まれております。こんばんは。最近よく夢の中に夢に出してくれてありがとう。だよ、むしろ写真入れるために100均の、あー、あれいいよね、大事。昼ご飯お弁当食べました。今日差し入れられましたか？そう、アリサさんのね、ご家族さんがせんべいですか、違う、こういうスナック、スナック、なんだっけ、なんていうの、せんべいみたいな食べました。美味しかったよ。新潟食べに行ったりする時間はあるの？新潟どうなんですかね。でも夜は配信するからな。かゆ、せんべいの話題ちょっと広げられないわ、私ごめんなさい。新潟ひろきさん、ありがとう。夜公演入りました、楽しかったです。本当ですか、ありがとう。最善だったよね、一杯目やった。アービーが卒業したら息ができないよ。その上のコメントが、人工呼吸は自分があってよかったね、大丈夫、息ができますこれで。よかったじゃん、息ができるって、よかったよ、よかったよ。楽しかった。今日新潟の美味しいものいっぱいあるらしい。なんだっけ、ちょっと忘れた、なんだっけね、あるよね、忘れたっけ。初めて行くんです、新潟、行けるだけで嬉しい。シングルの初日オンライン初めて申し込みました。おー、嘘つくな、お、嘘つくな。というか間違えてる、間違えてなかったら君はダメ、ダメ、ダメマンです。ダメマン、ダメ、あ、麺か、ダメ麺です。ダメ麺。間違えて、もしかして間違えているのであれば、私川本アンナですっていうことを言っとくね。私ね、お話し会ね、私お話し会参加しないんですよ。だからね、あのね、あの名前を間違え、私川本アンナって言うんですけど、違うメンバーかもしれない。そうじゃなかったら君は嘘つき。ぜひね、申し込んでください。今日も顔もダンスも綺麗でした、どこにいても目が、本当に嬉しい、ありがとうございます。新潟のバスセンターのカレー食べに行くって、いいね、男性の方カレー好きよね。何パンが好き？メロンパン。ほら、ありがとう。最近太ってきたら痩せろってやつください。私ね、痩せろって言いたくないんですよ、人に。人に言いたくないんですよ、なんかごめんなさい。みつさんにお土産渡した、そうですよ、昨日公園でお土産渡しました。まだ残ってるんですけど、これを全部配りました。これお疲れ様です、ありがとう。俺も新潟初めて、一緒、タレカツ丼、それだ、それそれそれ、タレカツ丼おすすめです。夜中出てきてた、もう今日はいいよ。ダメ麺はカルディで買えますか？買っちゃいけません、そういうのは買っちゃダメ。川本違いなんかな。アンピア31コーン派ですね、ズバリ。いや、カップ派です。今週月間続いて卒業発表を目指されたから、嫌な夢。 STU としての話題かもね、お話か。あ、そういうことは、私じゃなくて、私に言ったとて盛り上がないよ。だからみんなが悲しくなっちゃうだけだよ。でもね、あるんですよ、本当に。実際になんか公演行くよみたいな、行かないのに行くよみたいな、で今日の公演楽しかったよみたいな、いるんですよ実際にね。
で私最初信じたんですよ。でも後からこんなにびっくりするほど毎回いるのにどの人かわからないっていうのはおかしいと思って、絶対違うこの人は来てないんだってある時分かったんですよ。ある時ね、いるんですよ時たま。勝手にします。ご飯食べてもっと。そう。ご飯もっと食べては言います。ご飯制限してもあんまり言いたくない。なんかさ、ね、言いたくないんですよ私。また広島行くのよろしくね。ありがとう、今日も楽しかった、ありがとう、よろしくね、好きだよ、ありがとう。すごい見たい。かすみ似てますか、私初めて言われた。姿クラム使ってるのかな、実話なんで、これ実話なんですよ、本当に実話なんですよ。嘘はいけないです、本当はですよ。でもびっくりするから毎回ね、いるよとかって。そう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 、そう、行くよって言ったら何が何でも行かないとです、本当に。そうなんですよ、ほぼ一回むしろ行かない日しか言わないまで、あれさすがすぎる。安否の目には見えない人、あらあら、ゆずくかわいい、ありがとう、ゆずくさん。そう、実はなんです。このようなそう、ツイッター触れるお化けさんだったんかもしれん。声も生きてないし、配信全部見えてないです。いや、できないことは悪いことじゃない。謝らないで。謝ってはないか。泣かないで。そんな、悲しまないで。今日配信見れたら嬉しいと思って。クラ18申し込んでたけど当たらなかった。あ、そうなんだ、人気なんだ、嬉しい。ステージが似たメンバーからのマネージャーさんからの。よくコメントしてる人が初めて来たイメージ通り。どうやろう、あ、この人なんや、へーってなるかも。プログラム、もしかして行くよってコメントするプログラムなんかも、確かに何が来ても行くよしか言えないのかもしれない。それだったら申し訳ない。公園に行ってたんだ。この人男女だったのってこと今までありましたか。あります、コメントの名前とかで勝手に男性なのかなと思って、でなんか来た時に「え、女の人だった」とか「この人女の人だな」って、この人の名前が女の人っぽいなと思ったら「男の方だった」とかあります。あるあるある。安否の結婚式行くよプログラムだったらちょっと残念でしょう。確かになんかちょっとアイコンがピンクっぽいから確かにそう思う。
でも私ファン時代にありましたよ。ファン時代に言っていいんですかねこれ、わかんないですけど、ファン時代に有名な、なんかなんだろう、なんか有名な、なんか本当は男性なのに女性のふりをしてるみたいな、みたいな、なんか友達がすごいなんか言ってくれ、教えてくれたんですよ。この人はね、男性なのに女性のふりをしてて、みたいな、みたいな。でも時々ボロが出てるんですよ。そのなんかツイッターかな、何だったか忘れたけど、でボロが出てて、それがすごい面白いみたいなんでちょっと教えてもらってて、そうっていうのもね実際あるのでね、本当に SNS は気をつけないとなって思いますよね。本当に、それやったら認知してもらええんやん。あ、アイドル側がじゃなくて、なんかよくわかんないけど、そう、ネットに詳しいですかね。あ、そうなんですかね、わかんないですけど、私がファン時代の話ね、でみたいな、そう、そのなんかでアカウント一回消えるんですよ。でもまた新しいのができるんですよ。なんかバレてみんなに、なんかこの人はみたいな、女おたおたしたいのかわかんないですけどみたいな出るんです。そしたらまたその人バレたら削除するんです。でまた新しいアカウントできるんです。でもなんか系統も一緒だし、また同じ似てるというか同じ写真が上がるんですよ、過去に使ってた写真が。で同じじゃないってなって、でまた言われるんですよ、みんなに、違うでしょみたいなって言って、また消えるわけですよっていうのを肌から見てました。そういうのもね、あるので気をつけないとねって感じ。アイドル側に位置もらってたのか分からん。ファンの中のコミュニティ、あ、そう、多分そう。ケイハート100ありがとう。ありがとうございます。そう、そういうこと。あっておもろいわ。何が私は面白くないでしょ。そう、そういう人がいるんでね、気をつけてますね。でも世の中はどういう人がいるんだろうっていう見るのが好き、 SNS で。そう、でも今流行ってるじゃないですか、犬系彼女みたいな、泣いちゃう彼女みたいな。そうとかね、流行ってるじゃないですか、そういうのも見ますよ。あるんだそういうこと。うーん、だから私ツイッター大好きなんですよ。あ、ツイッター X、 まあツイッターの方が好きです。 X よりツイッターの方が好きなんですけど、威嚇。ツイッター好きな理由は、なんか本当に面白い人が現れるじゃないですか、ツイッターって。本当に好きなんですよ。この人おもろいみたいな、なんか天才みたいな、なんか人いるじゃないですか、わかる？ネタついではないですけど、なんかネタつい好きなんですよ私。おもろいみたいになる。そう、ガチの天才がね出てくるよね、あれ好き。ツイッター好きなんですよ私。X になってなんか変わったっけ？いや何も変わってないけど、ツイッターの方が好きだよっていう。天才ツイッターラー、そうそうそう。この中のお菓子はもう全部配っちゃった。この前バズってしまって困った。見たよ。ちょっとね馴染めないね。
アンペ変なのにいいね、そう、変いいねしないようには気をつけてますよ。こうこうなんていいねがこっちの欄にあったら、こうこうちょっとこっち側をねちゃんといいねいいねでしないようにはしてる。押さないように頑張って見てる。ちゃんと気をつけて見てます。好きです。なんかみんなも面白いツイートしてください。可愛いとかはさ嬉しい、言われて嬉しいけどさ、ちょっとさネタついまってます。ポケモンの話かな。スクロールすると左側使うね、危ないから。600リツイートぐらいされた、どういうこと、すごすぎない、それはネタチーム共有するアイドルってYouTube とか見てるチャンネルで個性出て、確かに確かにほんまにそうだってね、私 YouTube とかね可愛い子犬ちゃんのチャンネルとか見ないですもん見ない。 Twitter あんなに子犬ちゃんのさいいねめっちゃしてる。そうそう、いいねしてるけどさ、 YouTube はマジでもう癒しとか見てないです闇アカウント封印したら別のアカウントが闇アカウントになった。まあね、闇を吐き出すのは大事ですから、吐き出さないと闇は消えないですからね。なんとか話、え、ありがとう、わあ、青い鳥が飛んでる、ありがとう。あ、しびれた、ちょっと待って、ケンありがとう、あ、しびれたうん都市伝説かめっちゃ見る、うん、あ、しびれた、ありがとう、たわありがとうございます、嬉しい、ありがとう、あ、日本文ありがとうございます、ありがとうございます、足しびれたわこれこれが来たからしびれたのかな、ゆるさん面白い話を垂れ流すなら得意です、え、垂れ流してくださいよ、もっともっと。インプレッションって何ですか、今日もありがとうだよ、ありがとう、足しびれたですか、レポート自体、うん、それよりテストだわ、テストがやばいです、あ、裏に書いた、周りのクマさんとは、声飛びすぎてありがとう、こちらこそありがとう、嬉しかったです、印象気持ち、そうなんじゃん、あ、閲覧件数か、あそこね、なるほどね、なるほどね、
逃げなさい、お嬢さん。ドケマツーさんかわいい、ありがとう。夜巻き巻きポニーありがとうございます。よく見てくれて天才。天才、釈迦もいいことないってさっき言ったじゃん。まあねよ。年に1回ぐらい有名人のコメント返信が来て、どういうこと？どういうこと？どういうこと？返信が来て、どういうこと？どういうこと？なんだろう。そこですよ。うわ、ありがとう。嬉しい。嬉しいバキン。よっしゃ。ではタワーのお礼をねしていきたいと思います。まずはエリちゃん、ゴリクマ、ゴリゴリゴスか、ゴスクマタワー、ありがとう、ありがとうございます。ゴスロリクマちゃんのタワーありがとう、かわいいやつありがとうございます。今日もありがとうございます。いつも目合うとめっちゃ幸せな気持ちになります。本当にありがとうございます。すごく幸せです。来てくれて本当にありがとう。もう本当に本当に嬉しいです。しかも今日の服ね、めっちゃ似合っとった、めっちゃ可愛かった。昨日の服も可愛かったけど黒も似合うね。天才です。そう、好みでした、大天才。また次いつ四国会えるのかな、わかんないけど楽しみにしてます。いっぱい会えますように。エリちゃんありがとう、可愛い髪型してくれてありがとう。ありがとうございます、エリちゃん、ラブエリちゃん、I L O V E U O U O U O U Y O UI love you. 大好きでスキップ、好き好きスキップ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。次アッキーさん、キノコクマタワーありがとうございます。もう全然謝らないでください。もう私はアッキーさんに押してくださって、押してくださって、押してくださっているだけでも本当にすごく幸せですし、私のことをずっと考えてくださってるのもすごく嬉しいし、クワスをゲットしてくれたのもすごくすごく嬉しい。本当に愛しかないんだって感じで、すごくアイキーさんからの愛届いています。すごく嬉しいです。もういつか会えたら嬉しいなっていう気持ちもあるので、会えできたら嬉しいです。待っています。大好きピー、ありがとう。手紙も待ってるね、ありがとう。アイキーさんありがとう。見てる。アキさんありがとう。ありがとうございます。
クマピーさんありがとうございます。ウケるキノコタワーウケるありがとう。アキさんアンペがいるからいつも頑張れてます。よかった、それは頑張る目元になる慣れてよかったです。もっともっとパワーをねお届けできるように頑張ります。ありがとう。そしてクワピーさん、いける気のことはありがとうございます。今日もありがとうございました。久しく最善とか前にいるクマピーさんを見ていないような。頑張って当ててくださいよ、頑張ってよ。でもね、遠くにいても見つけられるんですけれども、でも近くに来てくれたら嬉しいなって思います。お見送りでね言ってくれる言葉がすごく嬉しくて、昨日も嬉しかったんですけど今日も嬉しくて、昼夜本当にすごく嬉しいです。応援してもらえてすごく幸せだなって改めて思いました。ワンピンさんありがとう、今日も来てくれてありがとう。また楽しもうね、まだまだ会おうね。ありがとうワンピンさん。ありがとうございます、ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうございます。で、マーボーさんありがとうございます。キノコタワーありがとうございます。今日もありがとうございました。また来週っていうのがね、また今日もできてよかったです。昨日は明日できたけどでまた来週会えるの嬉しいので楽しみにしてます。いい席が当たりますように。今日もたくさん目があったし一緒に踊れたし幸せです。でもね、なんかの曲で一緒に踊ってたら私普通に振り間違えて、でもマーボーさんは振り合ってたよ私の方が間違えるんかいってなった面白かった、ありがとう。いつかあの言葉、そう、自己紹介後の言葉がねうまく回収できるように頑張りたいと思います。今はちょっとあわあわしてるんですけれども、最後はねうまく回収できるように頑張りますので、はい、ちょっとめげずによろしくお願いします。マーボーさんありがとう。ポニーテールだよ。わ、これ髪切ったら分かるくない？あ、髪巻いてるからか。ありがとうございます。職場直してください。好きって言わなきゃね気持ち伝わんないよ。気持ち伝えてほしいよ。私はそう、愛は求めないものってね書いてるけど、歌詞には。私は求めちゃう、欲しい、たくさんの愛が欲しい。でも言葉で示してくれて、言葉じゃないわ、行動で示してくれてるからさ。さあ、でもさ、お見送りさ、私じゃなくてココアさんと話してたよね。ちょっといいんだけどね、まあ別にいいんだけどそう、愛が欲しい待ってます皆さん。泣けまつるさんラブレターありがとう。昨日配信見てた？お手紙とあのすっごい素敵ね、ね、プレゼントいただきましてありがとうございます。震えながらあいうえおって書きましたありがとうございます。腹筋したらいいの？腹筋しましょう、腹筋してください。なんで腹筋？次、山田太郎さん、キノコタワーありがとうございます。今日もありがとう、たくさん会えてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。目たくさんあったよね、嬉しかったです、ありがとう。また次スキブもちらっとまた見せてください、気になるのででもそう、いつもね嬉しい言葉言ってくれて嬉しい。お見送りでもねそうお話しかけてくれて嬉しい、届いています、ありがとう。今日の声も楽しくてよかったまた来週来られるのかな、いつ会えるのかな、楽しみにしています、よろしく。ありがとう太郎さん、ありがとう。キノコを食べるクマ、キノコ食べるんかなクマ。
ありがとうございます。見てなかった、探して、違法で。近くも六本木も行くのでよろしく。ああ、嬉しい、そこでも会えるんだ、東京の。ありがとう、楽しみにしてる、見つけるね。ありがとう、ありがとうございます。最後そこ突っ込まれるの想像してなかった、ごめんって。いや別にいいんですけど、私は別にいいんですよ、私は別にいいんですよね。よし、仲間やん、仲間やん。あれ、どっち来た、あった。目が合うのは偶然じゃないよ。プンプン。次、ケンくん、森のくまさんターンありがとうございました。ありがとう、ターン2本分ありがとうございます、本当に、楽しすぎました、ありがとう。コールもペンライトもすごくすごくすごく、そう、嬉しかったです、ありがとう。2日連続会えて最高、それな、最高。いい2日連続、いい2日間でした。もっと待ってまーす。またこれで悪い顔って言われるんだ。別に悪い顔してないのに、悪い顔してないのに、満面の笑みなのに。息をする心、ルルしちゃった。そっか。そっか、息をする心、ありがとうございます。まだまだ楽しい思い出作りましょう、うるうるしないで、まだまだ。なんかなんだかんだちょっと長くいるからちょっと気まずい。気まずい、まだ卒業しないから気まずいけど。よろしくお願いします、早く寝てください、ありがとう。アミヤクリーム楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございましたわ、日本文。本当にありがとうございます。ピコリ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 、ずっと気持ちいい状態をキープしよう。私の気持ちも考えて、なんか卒業するってね、なんか堂々と言ったのに、あれ、アンナまだいるくない、え、アンナまだいるん、アンナ。ねえ、キャンセル、ありがとう、めっちゃ可愛いたわ、みーくん、ありがとう、ありがとうございます、みーくん、やっほー、ありがとう、今からクッキョン、ありがとうございます。ありがとう、えらいね、ありがとう、優しいね、そう、全部褒めてくれる人好き。そんながっつり見られるなら今日隣じゃなくてよかった。そんなに話し込むわけ、私よりも大事なわけ、そういうこと、そういう意味ですか。めっちゃ可愛いた、ありがとう、なんだかんだずっといてくれていいんだよな、本当ですか、嬉しいね。昨日と今日ありがとう、こちらこそありがとう。ペンこれでいいんですか、あ、こっちか、営業妨害、あ、ごめん、悪い悪い、こういうことかな、なんか今日ツイッターかなんか、いや違うわ、なんだっけな、忘れたけど、なんかで見たんですけど、その好きと愛してるの違いみたいなの見て、好きはその人のなんかいいところが好きみたいな、けど愛してるはその人の悪いところも含めて全て好きっていうが愛してるだったんですよ。それを考えた時に、きっと私のファンの人は割と愛してくださってる人多いと思うんですよ。自分で言うのもあれなんですけど、なんか私の悪いところもなんかねえそれさみたいなじゃなくて、そこもアナちゃんの個性だよね。でなんか言ってくれたりとか、
そうしてくれるじゃないですか。そうすごくね、そう愛されてるのをちょっとねそれを見て実感したんですよ。私の悪いところまでそうそしたらもうちゃんとしてくださって、ちゃんとねいいねって言ってくれる、すごい嬉しいなって思いました。そうそうだ、そうそうなんですよ、嬉しいなって思ったっていう話。でも初期とかはやっぱ言われたんですよ、なんかもっと大人数とかの時になんかもっと自分から話さないと、もっとなんか積極的に行かないととか、なんで喋らないのみたいなって言われたんですよ。でも今はなんか今は全く喋らないわけじゃないと思うんですけど、今はなんかね、そうなんかそこも今日はこうだったねとかって言ってくれたりとかしてすごく嬉しいなって思います。西野の影薄いそうなんですよ。でも、ね、あのあれね、あれを書いたマネージャーさんは私誰か分かる絶対あのマネージャーさんが書いたなって思う。最近はね多分ね赤ちゃんって呼ばれてます私なんか大体その2期生で赤ちゃんって言われるのはさこちゃんとかももちゃんとかじゃないですか。やっぱ年齢も低いっていうのもあって、でも隠れ赤ちゃんがいてそれは私らしい隠れ赤ちゃんだし、っていうんで赤ちゃんって呼ばれたんですよ。今日も昨日も行っていらっしゃって、昨日も呼ばれて今日も呼ばれたんです。でそれをココアさんが、あ、親入りよみたいな言って、ココアさんに、ココアさんが、いや、アーナのことを知ってないみたいな、アーナのことを知らずに赤ちゃんって言わないでみたいなことをココアさんが言ってました。本当のアーナを知らないみたいなココアさんが言ってました。面白かった。そう今日行けなくてごめんね、また待ってるよ。自分も言ってるけど分かる気がするそう隠れ赤ちゃん嬉しい、理解してあげるタイプ嬉しいね。まだお世話してもらえる嬉しいわ。ここは何を知っているのかお知っている前提で赤ちゃんって言ってる受けるそうおもろいよね。昨日会話見れたね、隠れ赤ちゃん昨日隠れ見えちゃった今日の昼公演マスク着用のアナウンスしてた。あ、そうなんですか、知らなかった。口開いてる、やばいやばい、閉じて。私隠れ赤ちゃんっていい、どういうこと、言えてってこと、日本語覚えたてお決まりさんが詰められてて曲出てる。アンピと何とかしたから分かるんじゃない、何だろう、アンピがたまに大きな決断するときはブレないから。ブレないのかな。八重瀬さんありがとう。
水こぼしがちなのはちょっと口角上がって面白いんだから、ショールームいける。的確に合わせてるねっていう言えてみようっていう、あ、そういう人いるのかな。みーくんめっちゃ可愛いタワー、ありがとう。めっちゃ可愛いってめっちゃ思ってくださってるってことなのかな。嬉しい、ありがとう今日も昨日もありがとうございました。すごくすごく楽しかったです。みーくんがいたからもうより楽しくなりました。ありがとうございます。いっぱいレッスン送ったんですけど、昨日と今日の昼もね、今日の昼遠かったけど見つけましたか。今日も夜もね、見つけてくださってたら嬉しいです。スーツすごく似合ってて、そして私のやつと似ててそう、似てるよって言ってくれたよね、お見送りで。そう、似合ってました、スーツすごく素敵でした。また会えるのを楽しみにしてます。次会えるのはいつですかね。まあ楽しみに待ってます。今日も美味しいもの食べれてたら嬉しいです。新幹線もゆっくり寝て、そして家帰ってもいっぱい寝てください。ありがとう、わざわざ配信見に来てくれてありがとね。お疲れ様です。そう、昨日たい焼きね、公園前と公園あったべてたよね、面白いそう、それ見ておもろってなったありがとうございます。来週楽しみです。あー、来週会えるの、よろしく。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう、タワーありがとうございます。あ、今日はありがとう、単日クルーズ最高だったよ。お、嬉しい、そう言ってくれるの、ありがとうございます。やったね、単日ちょっと緊張した。単日植物久々だったから、いつぶりだろう、分からんけど、そう、楽しかった、ドキドキって感じ。昨日公園から出てきたらたやきさん、定期さんの店員さんと目があったんですよなんかアイドルと一緒じゃん、あの公園で、 あの子に目があったから、ちょっとついお話が行っちゃいましたみたいなウケる。8月9月毎週会えるのやばすぎて、マジ嬉しい。10月も会えるといいね。10月の予定早く出ますように。2、2、2、2、1杯の水、嬉しい、ありがとうございます。今日さ、めっちゃさ、なんかわかんない、なんかだってさ、めっちゃ切ってるんですよ。なんか結構ガッザックリ切れてて、あ、こんな見せちゃダメか、ごめんなさい、閲覧注意、なんか見たくない人は目を閉じて。でもね、あんまり綺麗に映らないと思うから大丈夫だと思うけど、残り全部いくから早めスケジュール出してくださいの気持ち、うん、お願い。武田慎吾さん、かわいい、ありがとう。そう、ほら、わかる、ここざっくり切れてる、ざっくり切れたんですよ。ビタミン足りてる、前いつも飲んでる。ちょっと待ってね、見えますか、こうしたらわかる、ほら、え、わかんない、でも髪じゃないと思う、髪触ってないんですよ。でもめっちゃざっくり、結構ね、ざっくり切れてるんですよ。なんか髪とかじゃない、結構ね、ざっくり切れてて、で、なんか痛い、なんかした後に痛いってなったんですよ。何してたかな、でもわかんないけど、なんかした後に痛いなと思って、なんかね、髪じゃないやつ、なんかね、髪よりかはもうちょっとね、太めのやつで切れてるって感じ。
一緒に直してくれるのありがとう。そうでめっちゃなんか痛いとなって、最初マイク持つ中指なんですよ、しかも傷ができてるので、もうマイク持つじゃないですか。でもね痛すぎて浮くんですよ、もう触れないから。そしたらすごい嫌な子みたいになっちゃうじゃないですか、中指だから。でマイクを持ってて、いや髪ざっくりいくけどさ、それじゃない切れ方ってしてる。なんかさ髪でさ切ったことある、私もあるから、何度もあるからわかる。これは髪じゃないっていうか髪触ってないもん私。そう髪触ってないですよ。だからそう会場ついてからのことで、会場ついてから髪一切触ってないから、髪じゃなくてなんかに切ったんですよ。それがわかんないんですけど、なんかした後に切って、その後が痛いなって思ってたんですけど、その後に切れたんですけど、そうすごい痛くて、そうでもリハーサル中はちょっとマイクから中指がね浮いてたんです。バンドエイドは公演で貼れないから貼ってないんですけど、そう浮いてたんですよ。すごい嫌な子だなと思ってたんですけどでもどうしても痛すぎて、でそうでもね手振るのもちょっと風を感じて痛いんですよそうあとねスプレーとか普通にこうやってやるんですよ。でこうやってなんかこうやってこれをね、私いつもここスプレーするときこうやってやるんですよ。じゃあもうスプレーがここの中に入って痛すぎていないってなったんですよ。本当にもうここでこうやって普通にスプレーしちゃって、もうめっちゃ痛くて、なってそれをまたマネージャーさんに見られて、赤ちゃんやんってまた言われましたそうめっちゃ痛かった。あとね水に濡れても普通に痛いし、あとね汗も痛いんですよ。なんかマイク持ってたら時々もう汗でめっちゃ痛くてちょっとそう中まで切れてるんですよ。そうなんですよ薄皮だけじゃないんですよ、それが見えるんですよ。こう開いたら絆創膏すね、今からするね。それな終わってからねすればよかったんですけどね。そう公演中はできないからしてなかったんですけど、そうなんで、ありがとうございます、ありがとう。かけうすこさん頑張ったわ、ありがとうございます、ありがとう。アロンアルフアでくっつけたらね皮膚が全部取れちゃう、激痛が出るやつ。なんそれ、僕も痛くなってきた、なんでやねんありがとうかけうすこさん頑張った、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、楽しかったよ、ありがとう。ありがとう、大丈夫だよ、大丈夫、みんな優しいね、血変わった、ちゃんと絆創膏を持って貼ってほしい貼ってほしい。痛い中頑張ったわ、そんな切り口だから別に我慢はできるし、そんなことないよ全然そんなことない、たーぶんの価値はないこの痛みに優しい、ありがとう、はーで置き換えちゃうよ、おにゅうがーよ、まるちゃんやん、まるちゃん、なんでニヤニヤしながら貼ったらニヤニヤするなーっていう、あのママにも言うんだ、ママにニヤニヤするなーって長女だから我慢できた、そう次女だったら泣いてた、大泣きしてたこれそうだよ、
頑張ったわーになっちゃった。ちょっと悲しい。痛みから逃げるな。いいやんか、夜行で帰る。ありがとうね、またね、ありがとう。炭治郎マガネありますね。最近なんとか構文っていうのを知って、パモ構文っていうのを学びましたけど、最近でまだできない。自分はまだ習得してないけど、パモ構文があるっていうのを知りました。知ってますか？これもうインク薄いわ、捨てようかな。でももう完全ないわけじゃないよね。かわいい、かわいいねのやつかな。3時なら帰ってたよ、うん、リハーサルせずに帰ってた。まずい痛い、何見てんだよ。おじさん構文ね。うん、いいよ。バイバイ、このペン。ちょっと変な絵描いちゃった。ツッコミどころがある。ネムニャン高校分のアンピー版作らん。なんか作ってよ。 USA 行きたい、 USA 行きたい。これでしょ。行きたい、行きたいよ。でも来週行きたいってママに言ったら、行き過ぎじゃない、ちょっと普通に言われました。なので来週行くのやめようと思います。来週もは行かない。イヤホンで聞いてるから行きたいのテンションが高すぎて耳触れた。ごめんめんめん。赤ちゃんが今日は隠れてないね。ハリーポッターとマリオモチベどっち高い今？その質問は禁句だよ。その質問は禁句だよ。禁句だよ、禁句。わあ、ありがとう。グッズ購入締め切り5分前。あ、23時59分じゃないの？22時59分なの？わお。皆さんお願いします。そう、ポケモンもねあるんよ。たくさん並ぶだろうから今回行けなかったけど行きたいね。年パス同士で行った時に行きたい。 USJ なんて4年に1回で十分やろう。そう思う人はそう思ったらいい。私はそう思う。ミミッキュかわいい。ハロウィン、うん、アンプでユニバに行きたい。幸せだな、ありがとう。23時59分か、よかった、ありがとう。
ごめんなさいな。昨日のボーリングで筋肉痛の中リコピ、え、ボーリングに行ってたよね。確かに。でもあれ見に行っただけかと思ってた。すげえ、あれからボーリングをしていない。代わりに来週ユニバ行ってくる。え、いいな。なんで私を連れてってくれないわけ。トアの俺ライト、かわいいかわいいね。あ、それ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 、パモコーブ。これパモコーブって言うんだよ。パモコーブだよ。ユニバー行きたくて涙が出ちゃう。寝てった。昨日結構ぐつかれた。嬉しい。アンペン行かんかなと思って触んかった。なんで今日イケちゃんともねユニバの話した。ピッポラーン、ピッポピッポーン。次、影うすこちゃん頑張ったわ。ありがとうございます。ありがとう。とっても楽しかったです。もうそんな、これはそんな痛くないので心配しないでください。ありがとう。そう、心配してくれてありがとう。大丈夫です。嬉しい。また会いましょう。会えることが私の楽しみです。一番の推しにしてください。ありがとう、かけうつこちゃん。また会いましょう。次はいつ会えるのかな。予定決まったかな。会えますように。ありがとう、ありがとうございます。かけうつこちゃん、タワーはありがとう。広島遠くなっちゃうね。かけうつこちゃん、だってうすこってついてるからちゃんじゃん。男性なのは知ってますよ。かけうつこさん、うつこくんじゃないじゃん。うつこちゃんよ。言えば行けるように予定開けとくね。ありがとう。次、来週の四国も来てくれるの。え、嬉しい。天才じゃん。ありがとう。え、嬉しい。ありがとうね。よろしくです。楽しみにしてます。ありがとう。誘うけど、アイサさんみたいに答えないでよ。え、ちょっと、あ、え、確かに、さん付けすればよかったのか。いやー、痛くなってきた。こいつが痛いわ。先月は大学だったの。毎週なんかしら言ってる。嬉しい、来てくれるの。マジでありがとう。本当にすごい嬉しいです。本当に来てくれて。また待ってるよ。誘い待ちからの時はね、ひどい、ね、ひどいよね。いいわ、誘ってください。ユニバ行くときは私必須です。
ユニバ案内するよ。何でも分かるから私。何でも分かる嘘だけど。私も誘って。ホーンテッドマンションの映画ね、私も見たいなって思う。怖いかな見たら。私も見たい。スズムシの鳴き声してる？私はまだしてないかも。ユニバでは働きたい、ユニバで働きたいって思ったんよ。でもね、英語喋れないからやめる、やめます。ユーロランドはね行けなかったです。モクアートありがとう。エンジェルスの T シャツ、そうなんですよ。エンジェルさん、ユニバで働きたいって思ったけどやめます断念します。そう、ママにユニバでバイトしたいって言ったんですよ。そう、許可がおりませんでした言ってみんとわからんよね。それはそうだよ。本物のホーンテッドマンションぐらいの壊すのかな。大丈夫。あ、そうなんだ。それならあり。本物感がありすぎると嫌かな私。ウィライ先生も言ってた。確かに。あーね、豊島園のハリポタは絶対行きたい。陽気な人が。杖持っていかないとね。いいえ、私はサソリ座の女。私サソリ座ですよ。私サソリ座だよ。それで私は幸せされるんですね。いや、痛い。嫉妬強いやん。11月生まれって、11月生まれ嫉妬深いって言うよね。でも私はそんなことないよ。これはガチめの、これはガチめのね、なんか冗談のなんか逆バージョンの話じゃなくて。グッズ購入ありがとうございます。ドゥ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 。ごめんなさい。いや、私そんなことないですよ。私は全然。私は全くそんなことはありません。私は根に持ちません。私は根にも持つタイプではありません。ゴムになるかな。重めない求めるけど重くない女さんなんやそうなんでしょ。アンピと歩いてて女の子みたいに怒られそう。え、なんで見るん？てかその気持ちが分からん。怒られそうっていうか、なんで見るん？え、普通に怒るでしょ。
え、分からん、分からんのですけど。教えて。見るもんなんですか。なんで見てる、嫉妬とかじゃなくてさ、普通になんで見るかが分からん、その、ね、意味が分からない。見る必要ありますか。私がね、あの子可愛いねって言って見るのはいいですよ。あの子可愛くないっていうのはね、好きじゃない。理不尽、超理不尽。痛い、挟まれてる今。アイドルラブで目の前に来たら見ちゃうことあります。なんで学校で使えるよ私。そうだよ、学校で使えるんだ。痛い、挟まってる、すごいことなってる今これ。怒られちゃうから見たいかも、見たいかも。でもね、私からの信用度は薄れるんで、別にそれでもいいなら見てください、送られてください。痛いよ、挟まってる、痛い。羨ましいですよ、いいですよ。アンビの歌ありじゃなくてもアンビ見てるよ、嬉しい、気づいてるよ、ありがとう、嬉しいよ、ありがとう。学生いいな。ホゲートミキヤくんありがとう。学生に間違えられるけど迎えつかない。あらあら、目つぶし、見えないようにしてやろうか。そんなことしないよ、しないって、大丈夫、安心して、しないから、しないよ。今日もありがとう、しないしない。メガネしとけばいいと思ってるんですか。メガネ外します、外、メガネの下からいきます。こうメガネが壊れじゃん、この下で難しい、いやってなります。ご演中です、逃したら怒られそう、怒ります。また見れて嬉しかった、アイパンはアンチャメなので、わお、嬉しい。実際安否とか前にやりてたら見っちゃう、嬉しい。サングラスデイ、確かに シリーズ解説こう言ってこう。でもまだ人にやったことないです、三つ星を。自分でこうやってやったことしかない、優しくポンって置いたことしかありません、まだ。まだしたことないです。
公演中に飛び出ちゃうかも、こうやってピコ刑事罰受けるよ受ける今後使わないことに願う。でもね、したらね、されるってことは相当なんか やってますからね。三つ星アイドル見たくない好きあれば、好きあればというかね、事件が起きたらします。クマに襲われそうになったら三つ星します。三つ星練習したことない。クマのさ、目の幅が分かんないからさ、クマの練習、クマが来たら三つ星一旦やろうと思ってるんですよ。絶対何もできないんだろうけど、立ち位置逆側でも見てる、嬉しい。だから目合うよね目合うよね。試験になった。ちょっとこんなことでそうになった。目つぶしてもらいたい。大丈夫みんな大阪でのコンサートチケット無事に、マジ、本当に、ありがとう、センキュー、あーとても嬉しい、ありがとう、とても嬉しい、あーびっくり、ありがとう、本当ありがとうございます、ありがとう。何時間ですか？ 2 時間とかかかるんですか？飛行機もそんなかからんのかな。3時間とても嬉しい、とてもとてもとても嬉しい、ありがとう。卒業したらすぐ免許取りに行くよ。いや海外からはさすがに愛だね、愛だよね、本当にありがとう。最初で最後の安否だって、嬉しい、ありがとう。みんなセンキュー、なんか泣いちゃう泣いちゃう、嬉しい、ありがとう。よくないわ、泣くの、あかんとこ。料理取るのに、なんだろう、嬉しい。ありがとう、嬉しい。嬉しい。嬉しいですね。私アナのことが好き、泣かないで、あ、ありがとう、嬉し泣きだから全然ごめんね。でもね、なんか 泣くとさ、なんかさウケる。ありがとう。泣いとりハンカチ使ういらんしうるしてるアナチンか。なんで君あんに来ないの、日本にいるのに
なんで待ってくれないの。アイクライ泣かないで泣かないで泣かないで。ドントクライ、スマイルスマイル、笑顔で生きよう、よよ。え、厳しない？厳しいよ厳しいよ、日本にいるのに。もらい出してたよ。 I want to see you long time. Oh yeah、 やっと会えるね。アンピアツの体勢ついてきた。会うのめっちゃ楽しみにしてたってね、嬉しいですね。初期からありがとう。タイミングが、そっか、あやつに終わっちゃうの。杉井さんありがとう。泣かないでよ、日本にいる、ごめんマジでごめんよ、マジでごめん、日本にいるのにとか言ってごめんなさいこれはジョークですよ、ブラックジョークだよ。しかも今は違いますよ、ごめんよ、違うんだよ、何も近くないけど違うんだよ、泣かないでよ、悲しくさせるために言った言葉じゃない。これからたくさん直接お話し会をって思って好きなんですよ。私もお話し会だからさ、そっかじゃないからさ、公園来てほしいよ。飛び火してて草あと誤解がほどけることもありますから、いやそれな、僕も泣いてます。あ、ジョーク返しなんか、泣いてない、笑ってるかもねねえ、またあんな騙されたよって思ってるかも。泣かないでって言われたから雪涙出てきたギョーミン、大しててダメだよ、大しさしてちゃう。昨日の声あんなさすごいよかった、ありがとう、嬉しい、ありがとう。大変は捨てちゃダメだよ、自分の人生大切にね。待ってます。そう、久々にアナちゃん会いたいな。なんで久々になるの、なんで会いに来てくれなかったわけ。大してても大丈夫って言われてる、ダメです、今頑張れるだけ頑張っておきましょう、後から辛くなるのがいいじゃん。いいじいいじ、大阪以外も来たよ。殴り合いしてでも行くかやめてください、日本にいるのにごめんなさい、やめて、もうキンクンするこの言葉もう話せることはないですね。でも私はなんとなくそうかなと思って、最後らへんはちょっとねお話し会の、あのね呼び込みを頑張ったんで、そう完売とかできてすごく嬉しかったです。食なくならないレベル全部ひっくり返してますウケるウケるウケる、太陽たくさん巻き返される。そうなの、そっか、10月の情報が待ち遠しい、誕生日イベント自体行けてない、あそうなの、あら来れるの楽しみにしてるね、日本にいるのに
会いに行けなかったかな、僕の人生安否捧げる覚悟で安否会いに行けばよかった。そんな、でもショールームたくさん見てくれてさ、たくさん応援してくれてさ、もう私さ舞台さでさすごいさしんどかった時期にさすごいさ応援してもらえて嬉しかったんだよ。だからそんな、そんな頭いいくせに頭いいくせにとてつもなく、まあお話し会普通に来てって言った時はさ、あ、まあね来なくて卒業発表してから来る方ってその愛はどうなのかなって思いますよ。なので皆さんね、今ねお話し会申し込み中です。好きな好きなねおしめさん会いに行ってください。日本にいるのにね、ネタとして使ってるでしょもはやそれもう星何最終の告知欲しかったよね。最終の告知、最終日本にいるの、すいませんねえ、もう押し始めた時の世の中の環境ね、コロナね、悲しいよね。日本にいるのに公文やめてよ、作らないでそんな公文やめて、頭良くない、やめてよ日本にいたのかがいけなくて誰を選んだんだよ。絶対一回は何か行きます、嬉しい、広島旅行行きますありがとう。九州海外みたいなとこじゃないよ全然。ジャパンにいるのにやめて、好きな推しメンさんのお話し会枠は見当たらないです。川端アンナさんって言うんですけど、わあ残念ねでもたくさん楽しくお話しさせてもらって私はいい思い出たくさんだよ。広島転勤して安否に出会えたの一番の思い出、よかったありがとう。日本にいるのに流行語、うわあやっぱネタとして使ってたんだ、泣いてないなこりゃこりゃ大浮気でしたと、綺麗になってる、嬉しい。日本人で日本で生きてるのにごめんなさいあうん、ごめんしないで。ソロ曲出す、タイトルはもちろん日本にいるのに秋元先生お願いするか。いやもうこれ泣いてないね、この構文使いたいだけだね。だまされるところだった、だまされるところだった、よくない、ないわ、ネタとして使ってました、泣かないで、泣かないでって言ったら泣いちゃうのか、じゃあ治っと泣いてください、もっとたくさん泣いて、悲しんで悲しんで悲しんでって言われたら悲しまないよね人って、多分そんな気がする。 STU 流行語大賞アンピーズ流行語大賞にしよう日本にいるのに、それでは聞いてください、日本にいるのに何人もの人に心刺さっちゃうね。嘘の責任から逃げるな、炭治郎、炭治郎興奮しちゃった、笑い泣きが止まりませんよかった笑ってくださって、ラブソング、まあラブソングにはなるね、日本にいるのにはラブソングにはなりますラブソングですこれは。今日はそろそろ終わるんですけれども、ラップ、日本にいるのに会いに来ないのなぜねえみたいなそんな感じかもしれない。こんばんは、オタク側で仲良くなりましょう、まあまあまあそれに関してはいいよ私がアップを在宅しててごめんなさいいいよ、うん、そろそろ終わりたいと思います。演歌もいける、応援ソングではないアンコール、日本にいるのにレコード大賞取れる話し会また次言えばいいやで言えなかったことある、え、教えてください、待ってます。
そもそもワイハウ始まりはワイか。いける、ありがとう、来てくれてショールームってことで。最低、マジ日本にいるのにって、日本にいる何あれ来なかったのはマジで最低なセルフすぎる。ごめんね、本当に本当にごめんねの気持ちです。ということで男女を見たいと思います。13位しおりんさん、12位ゆうさくさん、11位まるさん、10位みすたらさん、9位アスパラさん、8位山田太郎さん、7位アッキーさん、アッキー、山田太郎さん、タワーありがとうございます。7位アッキーさん、タワーありがとうございます。6位マーボさん、タワーありがとうございます。いて、6位、あ、違う、5位みーくん、タワーありがとうございます。4位影うすこさん、タワーありがとうございます。3位えりちゃん、タワーありがとうございます。2位くわっぴーさん、タワーありがとうございます。1位けんくん、タワーありがとうございます。大好きピー、ありがとうございます。最高、楽しかった、よかった、うまい感じだった、ありがとう。時間気にならないぐらい楽しかった、よかったです。まだ帰っている方は気をつけて帰ってください。落ち着いた方は早く寝てください。明日も配信するので見に来てください。日曜日も楽しみましょう。最高最強ポニーテール、僕の好きな最強ポニーテール。もうやめてよ。それでは聞いてください。かまったので、日本にいるので、あ、日本にいる方はぜひ会いに来てください。愛感じました、よかったです。グッズ注文お知らせ、さっき購入してきました。あ、グッズ23時59分までです、よろしくお願いします。メールの返信待ってます。ありがとうございました、またね。はい。